ベンドアとは、イギリスの競争馬、シュボバである。1880年のエプソムダービーに優勝した。タネボバとしては、同時期に、セントサイモンがいたことからリーディングサイヤーになることは、なかったが、イギリスクラシック三冠馬オーモンドなどを出している。子孫は後に、セントサイモン系の衰退を機に、現在の主流となった。名前は、紋章学のタスキ、ベンドと、金色、オアより、 毛色は母の父ソーマンビー、父の父ストックウェルから受け継いだベンドアハンにより黒い反転を持っており、しかもオバナクリゲの珍しい毛色であった。馬体そのものは16.1ハンドの素晴らしい馬体を誇っていたという。2歳児は大差こそつけなかったが、瞬発力の違いでリッチモンドステークスなど5連勝。 だが3歳になると、脚部不安で満足にレースを使えずエプソムダービーを迎えてしまった。問題はそれだけではなく、エプソムダービーの25日前には、主戦機種のフレッド・アーチャーがミュリエドレースに噛みつかれ、右腕を負傷するという事態に見舞われていたが、アーチャーは、医者や調教師の説得に応じず、痛み止めを使用し、腕に鉄板を巻きつけて、エプソムダービーに挑んだ。 しかも監修は、ベンドアを3倍の一番人気に押していた。この時の起乗は、今や伝説として語られ、片腕だけでロバートザデビルに、頭差をつけ優勝した。エプソムダービーの2週間後、ベンドアに、替え玉疑惑がかけられたが、替え玉ではないと結論付けられた。1ヶ月後に、セントジェームズパレスステークスに出走し、デビューからの連勝を7に伸ばしている。 秋のセントレジャーステークスでは2冠に挑んだが、エプソムダービーで下したロバートザデビルに大差をつけられ5着に、敗れ、さらに、グレートホールステークス、チャンピオンステークスともにロバートザデビルの2着と、しこの年を終えている。翌年は、シティサバーバンハンディキャップというレースで、アメリカ産のエプソムダービー優勝はフォックスホールとのダービーバター決を制し、エプソムゴールドカップでは、 ロバートザ・デビルとのマッチレースが組まれ首作出した。また秋にはチャンピオンステークスを制し、ケンブリッジャーステークスを134ポンドのトップハンデながら5着と高層資源役を終えた。引退後はウェストミンスター港のイートン牧場で種ボバ入りした。種ボバとしてはイギリスクラシック3冠馬、オーモンド2000ギニー優勝馬ボナビスタの2頭の後継種ボバを はじめ優秀な産区を多数送り出したが、同時期のセント・サイモンの圧倒的な守護場成績の前にリーディング・サイアーを取ることはなかった。だが、その後のファラリス等の活躍により現在の主流血統を形成している。ノーザン・ダンサーもナス・ルーラーもミスター・プロスペクターもベンドアの直系子孫である。ダービーの後、日着に敗れたロバート・ザ・デビル・ノバシュがベンドアの血統に不正があり、 別馬とすり替えられていたと、異議申し立てをして、賞金の引き渡しを要求した。すり替えられた相手の馬の名は、タッドカスターだという。タッドカスターもベンドアと、同じく初代ウェストミンスター公爵の生産、所有馬で、どちらも栗毛で、父馬も同じドンカスター、母は、クレメンスといい、母の父は、ソーマンビーではなく、ニューミンスターだった。ところが、 牧場時代に二頭が入れ替わってしまったのだという。この話の出どころは、初代ウェストミンスター公爵の牧場を首になった、馬邸で、死の床で、真実を告白したという触れ込みだった。当時の採決委員は、調査の結果、この告白は虚偽だと結論付けた。同時代の証言によれば、本馬と母ルージュローズは、ひずめや仕草が、 確かに似ているし、他のルージュローズン区とも似ているという。一方のタドカスターは、母のクレメンスと似ているという。採決委員は、この馬邸が、初代ウェストミンスター公爵の牧場を首にされたのを、逆恨みして、悪意を持って、嘘をついたのだろうと裁定した。これにより、本馬は、決闘登録通りにルージュローズのン区と認められた。しかし現代では、 ベンドアとタドカスターは本当に入れ替わっていたと考えられている。2011年にベンドアを含む多数の歴史的名馬の骨格について DNA 調査が行われ、サラブレッドの血統はそれまで考えられていたよりは意外に正確なことが判明したが、その中で自然史博物館に保管されている本馬の骨格が血統書通りの1号族ではなく2号族の ミトコンドリア DNA を保有することが判明した。ミトコンドリアは母系遺伝するため、血統書に従えば、ベンドアのミトコンドリア DNA は一号族のもので、なければならない。事実、ベンドアの血統書上の母ルージュローズの現代に生きるメス系子孫たちは一号族固有のマトドナを持つことが確認されている。一方で、タドカスターの血統上の母クレメンスは二号族に、 属しているこの結果は、ベンドアとタドカスターが入れ替わったことを示唆している。とはいえ、発覚していれば、失格は免れない重大な不正内視過失があったとしても、ダービーで同世代の馬相手に1位で入選し、守護馬として成功したのは本馬である。なお、タドカスターとされた本来のベンドアは、虚勢され障害競争も走ったが、小ステークスを含む故障に終わった。 同時代の報道では場名をムンカスターとするものもある。例えば、クレメンスとその子たちは、停鉄をつけるのを嫌がるところがあり、タドカスターも同じだった。一方、ルージュローズやその三区もベンドアは、皆停鉄をつけるのがスムーズだったという。後世の調査によると、ベンドアとタドカスターは、同じクリゲとはいえ、ベンドアには、ベンドア班があり、タドカスターは赤っぽいクリゲで、 耳の形も違っていて、外見も違っていたという。ただしこの点は、ダービー当時には論点にはならなかった。1882年に、初代ウェストミンスター公爵は、タドカスターの母クレメンスにベンドアを配合している。もしも仮に、タドカスターとベンドアが入れ替わっていたとしたら、この配合は、母と息子の後輩ということになる。 この件は1914年になって議論の対象となり、初代ウェストミンスター公社区自身がすり替えなどなかったと信じている証拠とみなされるようになった。ABC イブニングポスト市1880年7月19日付、キュリアススポーティングディスピュートダービー、チェンジリングス2015年3月16日閲覧。ABCDEFGHIJKLMN サラブレットオーナーブリーダー氏、ベンドアの謎2013年5月21日、閲覧。オークランドスター誌1880年7月20日付2015年3月16日、閲覧。アラスター・バーネット、ティム・ネリガン、フレッドアーチャーの氏、ダービーの歴史競馬国際交流協会、1998年、62から66ページ。ありがとうございます。